消化器外科の二宮大和です。私が医学生だった頃の、お話をしたいと思います。皆さん、今医学生になってから、どんな生活が待っているのかいろいろ想像していると、思うんですけども、私が受験生だった頃も、勉強が大変なのかなとか、どんな科に進むのかなとか、いろんなことを、想像していたのを、覚えています。医学部の1年生だった、頃の話なんですけども、手術を見学する機会がありました。その時に1年生なのですごく緊張して手術を直立不動で凝視してたのを覚えてるんですけども、その手術が終わってから担当の先生から夕方にもう一度手術室に来なさいっていうふうに言われました。僕はその時何かこう怒られたりするのかなってとても不安になったんですけども、夕方に手術室にもう一回行ってみると、腹腔鏡の手術の模型が置いてありました。それでその先生がこれでちょっと手術をやってごらんっていうふうに言ってくれたんですね。それで初めて触る機会で初めてやる手術だったので、全然上手にもちろんできなかったんですけれども、その先生が丁寧に教えてくださって、最後には縫って糸を縛るっていうことができました。でその時にそういった手術をやらせてもらったこともとても感動して嬉しかったんですけども、その先生が初めてやったのに、とても上手だったねっていうふうにこうさらっと言ってくださったのが本当にとっても嬉しくて、その、思い出っていうのが医学部の時いろいろ勉強 もちろん大変だったんですけども、今思い出しても一番、鮮明に覚えている、体験だったなというふうに思います。で今私は消化器外科医をやってるんですけども、その時の体験っていうのはとても影響をしているというふうに思います。でこれから皆さんは医学部に、入学されたらですね、ぜひそういう感動できるような体験をたくさんしていただきたいと思いますし、そういった機会がにたくさん出会えると思います。私も今教員をしているので、そういった機会を皆さんにたくさん作ってあげられるようにしていきたいなというふうにも思っています。受験勉強大変だと思いますけども、皆さんに手術室で会えるのを楽しみにしています。頑張ってください。